しかしそれがもし完成したと仮定するならば、確かに人間の間をつなぐ不可知な領域のネットワークをつかみえるのかもしれないね。それはカバラだとか赤軸レコードだとか、あるいはユングの言う無意識とか、言い方は様々あって、現在は誰もその存在を証明できないことだけれど。ところで、そんなものに興味を持っている君は、一体どんなことを研究しているんだろう？目的は何かな？